皆さん、こんにちは。小野俊二です。今回、砂川選手と一緒にサッカースクールの方を立ち上げました。本当にこの目的としては、北海道をまず盛り上げようっていうそういう気持ちから入ったんですけど、やっぱり自分も子供たちがすごい好きですし、どうにか小さい子たちが一番大事な技術ってものを小さい時から身につけてほしいっていう、本当に強い気持ちからと自分の情熱と、はい、自分が持っているものを全てこう教えていきたいという気持ちでこのスクールを立ち上げました。自分が持っているもの以外で教えることって言えば、そういう人との関係性、思いやりだとか、感謝の気持ちだとか、そういうものも含めてこのサッカースクールの中で子どもたちに伝えていきたいなというふうに思ってます。とにかく、技術もそうですけども、より良い人間になるためにこのサッカースクールに通ってもらって、楽しんでサッカーをやること、楽しんで生活、生きていくことっていうか、そういうものを、このスクールの中で、身につけていってくれたら嬉しいなというふうに思います。またスクールの方で会えるのを楽しみにしています。